三遊間はショート坂本です。バックハンドからツーアウト。この3人誰だと遜色ないですからね、はい。まあ、クライマックスシリーズはあと内村バントしてセーフティーが上がって太田が取りました。前進してきて抑えました。まあ、クライマックスシリーズは予告先発がありませんのでお互い読み合っていくわけなんですけれども。そうなんですよね、ただでも誰が出てきてもやっぱり相手は脅威じゃないんですかね。なるほど。まあ、ジャイアンツの初戦の先発ピッチャーを予想していきますと最多勝の内海がいますが、はい、ただ川口コーチの中で、まあ、そこにこのマッソンが戻ってきたわけですから、堀内さん、またこのマッソンの出来次第ではジャイアンツは早い仕掛けで中継ぎからの勝負に行けるという、はい、そうなんですよね、大きいですよね、さあそのマッソンからバントしてファースト前進守備の古木三塁へタッチプレーになるがアウト。タッチはアウトです。サードアウトになりました。これは前進してきた古木判断よく三塁でアウト。いやタッチプレーで微妙なところでしたが古木が矢のような送球。ここで取ってこの動き、堀内さん、難しいステップの体勢から投げましたね。いやいや、よく投げましたよね、まあこれは1点勝負ですからね、はい、ただ際どい判定に悔しそうな三塁ベンチです。タイトルはほぼ中日の大島が手にしています。インサイド詰まりましたがセカンド藤村二塁に送る。これも難しいところで進塁を阻止しました。堀内さん、今後ろに飛び上がりながらのスローイングだったでしょうか。いやいや、これはねやっぱりね藤村7ですわね、7ですわね、だってセカンド行くとワンヒットで行ってんですよ、はい、ファーストだったらまだ2チャンスあるんですよね。そうですね、こういうところでこうプレーの時にすぐ判断ができるっていうのがね、